らく B と言って差し支えない A かな。 A？ 羨ましいです。いつの間にかそんな天と地の差がついていたなんて。尾形、いくらなんでも今のは抑えて抑えて、フミノッチ。どうかしましたか、フミノ。あなたたち高校生高校生の男女が一つの部屋にっていうのはちょっとねえ。そうですよ、ね、大丈夫です、兄弟ですから。古橋さん、おはよう。ごめんね、起こしちゃった。それにこう見えても天文学の前はいいお嫁さんになるのも夢だったから。ゆいとくんの手意味じゃねえからね。失礼します。古橋さん、なんで入ってきてるの。だって今日一日心配ばっかりだったし、お背中くらい流さなきゃって。お前働き詰めで正常な思考できなくなってない。確か今日、古橋の誕生日だったよな。ゆいがくん、私の誕生日、明日。え、間違えた、すまん。でも嬉しい。お誕生日に男の子からプレゼントなんて初めてだったから、びっくりしちゃった。二人の好きな人からは、ブラジャーをいただきまして、天津さえ現在着用中です。なんて、拷問されたって言えるわけないやんけ。内緒。君のくれたブラジャー嫌じゃなかったから。3、2、1。えっ、いやいや、俺が渡したのは。3、2、1。パッドも3枚入ってるしね。中3の妹さんより小さいミジンコで、どうもすみません。そんなこと全然ほんと。分かってる、ごめん。すぐ解くから。だからあとほんのちょっとだけ、このままでもいい？全然かわいそうじゃなかった。いい君、ほんといい君。古橋さん、お静かに。また戻ってきちゃうから。やってやろうじゃない。全身全霊を賭して、あんな父親頼らずに人生を謳歌してやる。